哲学とは、原理的には、愛知を意味する学問分野、または活動である。現代英語のフィロソフィーは、哲学、哲学専攻コース、哲学説、人生、世界観、達観、諦めなどを意味する。愛知としての哲学は、知識欲に根ざす、根源的活動の一つだが、19世紀以降は、自然科学が急発展して哲学から独立し、 哲学は主に美学、倫理学、認識論という三つで形作られるようになった。哲学に従事する人物は哲学者と呼ばれる。現代では以下のように文脈によって様々な意味を持つ多義語である。知的探求活動全般、学問全般を指す。従って学問に従事する人物全般、賢者全般が哲学者と呼ばれた。 カリキュラムの自由7かを指す。人文科学の一分野を指す。問題の発見や、明確化、諸概念の明晰化、命題の関係の整理といった概念的思考を通じて、多様な主題について検討する研究分野である、などと説明される。この分野に従事する人物は、哲学者、または、哲学研究者と呼ばれる。ニーチェの哲学などのように、 個々の哲学者による哲学探求の成果も哲学と呼ばれる。数学の哲学、法哲学などのように各科学分野の基礎論、または実践に対する理論を指す。宗教や進学と部分的に重複する。その他の用法もある。哲学は英語でフィロソフィーと言い,い、語源は古典ギリシア語のフィロソフィアに由来する。直訳すれば、 地を愛愛するる知の学という意味である哲学という日本語は明治時代の学者青春がフィロソフィーに対して当てた訳語である。従ってフィロソフィーというのは単に愛知の学という意味であり、それだけではまだ何を研究する学問であるかは示されていない。この語では内容が規定されていないのである。哲学以外の大抵の学問は分野名を聞いただけで、 おおよその内容が察せる。ところが、哲学の場合は名前を聞いただけでは何を研究する学問なのかわからない。これは、哲学という学問の対象が決して一定していないことを示しており、哲学はまさにその時期の通り、知を愛する学とでもいう他に仕方ないような特徴を備えている。このように対象によってこの学を規定することができないと、 対象を扱う方法に共通点があり、それによって規定できるのはないかとの期待が生まれることがあるが、そのような期待も裏切られ、哲学に一定の方法が存在し得るわけではない。日本語辞典の工事園では、次のように説明している。古代ギリシアでは、学問一般を意味し、近代における諸科学の文化、独立によって、新刊と派、 論理実証主義、現象学など、諸科学の基礎付けを目指す学問、生の哲学、実存主義など世界、人生の根本原理を追求する学問となる。認識論、倫理学、存在論などを部門として含む。高辞宴第五版、岩波書店1998年、哲学より、関連論的な刑事上学に対して、唯物論的な刑事上学もある。 諸科学が文化独立した現在では、哲学は学問とされることが多いが、科学とされる場合もある。科学と学問以外に、哲学の分野の包括的な用語としては、学があり、工事園は次のように説明している。現実の全体あるいはそれの特殊な諸領域、または側面に関する、系統的認識。哲学ないし専門諸科学を含む。高事園第五版。 岩波書店、1998年、哲学より、近現代哲学において代表的な哲学者の、言説を以下に記述する。啓蒙思想時代の哲学者であり、またドイツ観念論哲学の祖でもあり、そして、近現代哲学に大きな影響力を持ち続けている哲学者、イマヌエルカントは、哲学について、次のように説明している。古代ギリシャの哲学は、 三通りの学に分かれていた。すなわち、物理学、倫理学及び論理学である。この区分は、哲学というものの本性に鑑みて、至極適切であり、これに、区分の原理を付け加えさえすれば、格別訂正すべき点はないと言ってよい。イマヌエル・カント、道徳形事情学言論、篠田秀夫訳岩波文庫、1976年、5ページ。 助言より、現代思想において、特に分析哲学に、多大な影響を及ぼした哲学者、ルートビヒウィトゲンシュタインは、哲学について、次のように説明している。哲学の目的は思考の論理的明晰化である。哲学は、学説ではなく、活動である。哲学の仕事の本質は解明することにある。哲学の成果は、哲学的命題ではない。 署名台の明確化である。思考は、そのままでは、いわば不透明でぼやけている。哲学はそれを明石にし、限界をはっきりさせねばならない。ルートビヒ・ウイトゲンシュタイン、論理哲学論考野谷刺激役、岩波文庫、2003年、51ページより現代、思想において、特に大陸哲学に、多大な影響を及ぼした哲学者、マルティン・ハイデッガーは、 哲学について、次のように説明している。古代以来、哲学の根本的努力は、存在者の存在を理解し、これを概念的に表現することを目指している。その存在理解のカテゴリー的解釈は、普遍的存在論としての学的哲学の理念を実現するものに他ならない。マルティン・ハイデーガー、存在と時間上、細谷貞夫、役、蓄学芸文庫。 1994年、19ページ、序に変えてより、古典ギリシア語の、フィロソフィアという語は、愛を意味する名詞、フィロスの動詞形、フィレインと、知を意味する、ソフィアが結び合わさったものであり、その合成語である、フィロソフィアは、知を愛する、サトシを愛するという意味が込められている。この語は、ヘラクレートスやヘロドトスによって、形容詞や、 動詞の形でいくらか使われていたが、名称として確立したのはソクラテス。またはそのデシプラトンが、自らを同時代のソフィストと区別するために、用いてからとされている。古典ギリシア語のフィロソフィアは、古代ローマのラテン語にも受け継がれ、中世以降のヨーロッパにも伝わった。20世紀の神学者、ジャンルクレールによれば、古代ギリシアのフィロソフィアは、 理論や方法ではなくむしろ知恵、理性に従う生き方を指して使われ、中世ヨーロッパの修道院でもこの用法が存続したとされる。一方、中世初期のセビリアのイシドールスはその百科事典的な著作、語源史において、哲学とは、よく生きようとする努力と結合した人間的、心的事柄に関する認識であると述べている。英語をはじめとした多くの言語で、古 ファイオタラムダシグマファイアルファをそのまま本字した語が採用されている。例えば、ラ、フィロソフィア、エー、フィロソフィー、フツ、フィロソフィー、ドク、フィロソフィー、イ、フェロソフィア、ロ、ア、フォルセーファなどである。日本で現在用いられている哲学という訳語は、詳細な経緯は諸説あるが、大抵の場合、明治初期の知識人清春によって作られた造語で、 あると説明される。少なくとも、青州の101新論1874年に哲学という語が見出される。そこに至る経緯としては、北宋の儒学者、周東院の著書、通り書に四季賢という一説があり、この一説は儒学の概説書、金四録にも収録されていて有名だった。この一説をもとに、中国の政学が剣を明らに、 改めて、気哲学という語を作り、それを、フィロソフィアの訳語として転用した。それを青春が借用して、さらにここから、稀を省略して、哲学を作ったとされる。青春は、明治政府における有力者でもあったため、哲学という訳語は、文部省に採用され、1877年には、東京大学の学科名にも用いられ、以降一般に浸透した。 なお、青春は、哲学以外にも様々な哲学用語の訳語を、考案している。漢語の本場である中国では、青春が作った、哲学という訳語が、いわば逆輸入されて、現在も使われている。経緯としては、新末民発の、主に偏東運動期の知識人たちが、同じ漢字文化圏に属する日本の訳語、和声漢語を受容したことに由来する。 アキラという漢字の意味は、賢人、死者、自理に、明らか、悟しなどがある。次元としては、会見性文字で、口、折から。折は一致と両断すること。理学、哲学という訳語が採用される以前、日本や中国では、様々な訳案が出されてきた。とりわけ、儒学用語の、理あるいは、格物キュウリにちなんで、理学と訳されることが多かった。 17世紀、民末の中国に訪れた、イエズス会史、ジュリオアレイには、西洋の書学を中国語で紹介する書物、声楽本を表した。同書の中で、フィロソフィアは、理学、または、理科と訳されている。日本の場合、幕末から、明治初期にかけて、洋学とりわけ物理学が、ウ理学と呼称されていた。例えば、福沢諭吉の、給理使いは、 物理学的内容である。後に文明開化が進んで西洋の書学が正式に輸入されると様々な分け案が出されたが、中でも中江町民はフィロソフィアを理学と訳した。具体的には町民の役所理学園隠しや著書の理学講言をはじめとして主張の三水人経林問答でも理学が用いられている。なお蝶民は 晩年の著書、一年夕飯で、我が日本イニシエより今に至るまで、哲学なし、すべての病根これにありと述べたことでも知られる。上述の中国の偏方運動期の知識人の間でも、哲学ではなく、理学と訳した方が適切ではないか、という見解が出されることもあった。理学が、最終的に採用されず、哲学に破れてしまった理由については、諸説ある。 上述のように、理は、すでに物理学に使われていたため、あるいは、理学という言葉が、儒学の一派の道義語でもあり混同されるため、あるいはフィロソフィアは、儒学のような東洋思想とは別物だとも考えられた、ため、などとされる。上記の青春役は起源欲も、本来は、理学と訳すべきだが、そのような混同を避けるために、哲学を用いる、という立場を取っていた。 この件に関して、明治哲学界の中心人物の一人、三宅節令は、晩年に解雇して曰く。もしも、旧幕時代に、民進の学問がもっと入り込んでいたならば、哲学ではなく、理学と訳すことになっていただろう。中国哲学、インド哲学という分野を作るくらいなら理学でよかった。理学ではなく、哲学を採用したのは、 日本の観学者の未熟さに由来するという胸を述べている。紀元前の古代ギリシアから現代に至るまでの西洋の哲学を眺めてみるだけでも、そこには一定の対象というものは存在しない。西洋の哲学を眺めるだけでも、それぞれの時代の哲学は、それぞれ異なった対象を選択し、研究していた。ソクラテス以前の初期ギリシア哲学では、対象は、 自然であった。紀元前5世紀頃のソクラテスは、淵の地の自覚を強調した。その弟子のプラトンや、孫弟子のアリストテレスになると、人間的な事象と自然を対象とし、壮大な体系を樹立した。ヘレニズムローマ時代の哲学では、ストア派やエピクロス学派など、自己の安心立命を求める方法という、身近で実践的な問題が中心となった。 ヘレニズム哲学は哲学の範囲を倫理学に限定しようとしたとしばしば誤解されるがストア派やエピクロス派でも自然学や論理学、認識論といった様々な分野が研究された。閉俗な言葉で倫理的主題を扱った印象の強い後期ストア派でもセネカが自然研究を表している。ヨーロッパ中世では哲学の対象は自然でも 人間でもなく、神であったと言われることが多い。しかし、カッシオドルスのようにもっぱらい学、自然学を哲学とみなした例もあるし、ヒッポのアウグスティムスから、オッカムのウィリアムに至る中世哲学者の多くは、言語を対象とした哲学的考察に熱心に取り組んだ。また、中世の中頃以降は、大学のカリキュラムとの関係で、 哲学が自由な中を指す言葉となり、神学はこの意味での哲学を基盤として学ばれるものであった。さらに時代が下り近代になると人間が中心的になり、自己に自信を持った時代であったので、人間による認識ということの探求が最重要視された。人間は理性的認識により、真理を把握し得るとする合理論者と人間は 経験を超えた事柄については認識できないとする経験論者が対立した。カントはこれら合理論と経験論を総合統一しようとした。19世紀、20世紀頃のニーチェ、ベルクソン、ディルタイラは、いわゆる、性の哲学を探求し、非合理な生を哲学の対象とした。キルケゴール、ヤスパース、ハイデッガー、サルトルラの実存主義は、 人間がいかに自らの自由により自らの生き方を決断していくかということを中心的課題に据えた。このように哲学には決して一定の対象というものは存在しなく、対象によって規定できる学問ではなく、冒頭で述べたように、ただ、フィロソフィー、愛知の学とでも呼ぶしかないとされている。学問としての哲学で扱われる主題には、真理、本質、 同一性、普遍性、数学的命題、論理、言語、知識、観念、行為、経験、世界、空間、時間、歴史、現象、人間一般、理性、存在、自由、因果性、世界の起源のような根源的な原因、正義、善、美、意識、精神、自我、倒れ、神、霊魂、色彩などがある。一般に、哲学の主題は、 抽象度が高い概念であることが多い。これらの主題について論じられる事柄としては、定義、性質、複数の立場、見解の間の整理などがある。これを一括りに、存在論と呼ぶことがある。地球や人間、物質などがあるということについて考える分野である。また、高貴な生き方とは存在するのか、また、あるとしたらそれは、どのようなものなのか。 全とは永遠と関連があるものなのかといった問いの答えを模索する営みとして、旧来の進学や科学的な知識、実験では論理的な回答を得られない問題を扱うものであるとも言える。またこのようなテーマは、法哲学の現場に即しておらず、真偽が検証不可能であり、実証主義の観点からナンセンスな問いであると考える立場もある。こちらは、 一括りに、価値論と呼ぶことがある。良いということはどういうことなのか、何がより良いのかを考える分野である。このような意味での哲学はより具体的にはとりわけ古代、ギリシアのギリシア哲学、中世のスコラ哲学、ヨーロッパの諸哲学などを一つの流れと見て、そこに含まれる主題、著作、哲学者などを特に研究の対象とする、学問とされることも多い。また、 諸学問の扱う主題について特にこうした思考を用いて研究する分野は哲学の名を付して呼ぶことが多い。例えば、歴史についてその定義や性質を論じるものは歴史哲学と呼ばれ、言語の定義や性質について論じるものは言語哲学と呼ばれる。これらは哲学の一分野であると同時に、それら諸学の一部門でもあると考えられることが多い。 哲学ではしばしば多くの学派が語られる。これは通常特定の哲学者の集団に特徴的な哲学上の立場である。古代ギリシア哲学、自然哲学、刑事上学、実年論、有名論、大陸合理主義、イギリス経験論、ドイツ観念論、超越論的哲学、主弁哲学、生の哲学、現象学、実存主義、 解釈学、新刊と派、論理実証主義、構造主義、プラグマティズム、大陸哲学特定の学者や学者群に限定されない立場についても多くの概念が存在している。言及される主要なものに、存在論、実在論、関連論、決定論、宿命論、機械論、相対主義、二元論、一元論、独画論、会議主義などがある。哲学は、 様々な形で細分化される。以下に挙げるのはその中でも特に広く用いられている分類、専門分野の名称である。地域による区分主題による区分眼成人が次の3つの種類に哲学を分類している。すなわち、絶対的存在の想定型、主観と客観の対峙型、全体的なシステムの想定型の3つである。第一のタイプは、自然。 イデア、神といったすべての存在を説明する、絶対的原理の存在を前提するものであり、古代や中世の哲学が含まれる。第二のタイプは認識の主体に焦点を当てて、主観と客観の対立図式に関する考察を行うもので、近世や近代の哲学は主にこのタイプとされる。 第三のタイプは人間を含むすべての存在を生成するシステムについて考えるもので、クロード・レヴィストロースの構造や、ルートビヒオイト・ゲンシュタインの言語ゲームがこれに該当する。第一のタイプの絶対的存在が自身は常に同一に留まりつつ、他の物体に影響を与えるのに対し、第三のタイプの全体的なシステムは可変的であるという。 イスラーム哲学古代ギリシャ哲学はイスラム世界に受け継がれ、イスラム世界においてアッパース朝のカリフ、マームーンは国家的事業としてギリシャ語文献を翻訳させた。翻訳センター、研究所、天文台である知恵の館が設けられた。翻訳の大半はヤコブ派、ネストリオス派などの東方キリスト教徒がシリア語を介して行った。 ギリシャ哲学のアラビア語への翻訳で中心を占めたのはアリストテレスとその注釈者の著作であった。ネオプラトニズムについてはプロティノスやプロクロスの原点からの直接の翻訳が行われず、ネオプラトニズムの著作がアリストテレスの著作だとして伝わることになった。キンディはイスラーム最初の哲学者と言われる。イブンザカリーやアラージーは アリストテレスの哲学ではなく、原子論やプラトン主義の影響を受けた珍しい哲学を展開した。ファー・ラービーは、神から十の知性が段階的に流出すること、そして第十の知性が月下界を司っている、能動知性で、そこから人間の知性が流出している、という理論を打ち立てた。政治哲学の分野でも、アリストテレスを採用せず、 プラトン的政治論を採用した。イブン・シーナーは、イスラーム哲学を完成させたと言われている。イスラームのイベリア半島においては、イブン・ルシドが、アリストテレス研究を極め、アリストテレスのほぼ全著作についての注釈書を表した。そしてイブン・シーナーのネオ・プラトニスムを廃止、純粋なアリストテレス主義に回帰しようとした。 ヨーロッパ哲学ヨーロッパ哲学の大きな特徴として、ロゴスの運動を極限まで推し進めるという徹底性があり、古代、近代、現代といった節目を設けて根底的な相うをみ出すようなことが比較的容易であると言える。古代、近代、現代といった枠組みの中でも大きく研究姿勢が異なる学者、学派が存在する場合も珍しくない。上述のように、 フィロソフィア、フィロソフィという語そのものは西洋で生まれ時代が下ってから東洋に伝わったものであるがタイトルに東洋哲学と関した書籍署名に中国哲学が含まれる書籍署名にインド哲学が含まれる書籍署名に日本哲学もしくは日本の哲学を含む書籍 東洋の哲学者や学派個々の名称に哲学と付けて、哲学と称する例が存在する。また、東洋哲学研究所、日本哲学史フォーラムといった団体が存在するほか、いくつもの大学で東洋哲学を研究する過程が設置されている。以上のように、東洋の思想を哲学と呼称する例はしばしば見られる。インド哲学哲学の中でも、 インドを中心に発達した哲学で、特に古代インドを起源にするものを言う。インドでは、宗教と哲学の境目がほとんどなく、インド哲学の元になる書物は、宗教聖典でもある。インドの宗教にも、哲学的でない範囲も広くあるので、インドの宗教がすべて、インド哲学であるわけではない。中国哲学中国では、春秋戦国時代に、 書始百科が現れた。中でも、老子や創子のどうか、孔子や孟子純子らの儒家がよく取り上げられる。時代が下ると、南宋では、刑事上学的施策を含む朱子学が生まれ、秋代には、朱子学を批判して、陽明学が登場した。日本哲学東洋にも哲学はあり、インドと中国は大きな影響を持っている。日本哲学は、伝統的には、 中国の影響を受けてきたが、現代ではヨーロッパの影響も無視できないものがある。これと同時に日本におけるヨーロッパ哲学の研究は全く異なる生活現場でヨーロッパ同様にヨーロッパ哲学を扱うことは奇妙であり、伝統を組まない必然性を欠いたものであるといった指摘もある。日本のヨーロッパ哲学の研究者が徹底的な議論をすることなく、 むしろ議論の場を作らせず、ヨーロッパの哲学とは、ほど遠い、哲学とは、ほど遠い現状がある。西田北郎は、フッサール現象学などの西洋哲学及び仏教、などの東洋哲学の理解の上に、禅の研究を、発表、地上位が合一で、主客身分である純粋経験の概念を提起した。またその後、場所の論理あるいは、無の論理の立場を採用した。 彼の哲学は、西田哲学と呼ばれるようになった。井筒敏彦は、イスラーム思想を研究し、スーフィズムタオイズムでは、イスラームと老僧の神秘思想を分析し、それらが共に持つ一元的世界観を指摘し、世界的にも高い評価を得た。そして晩年には、意識と本質などを表し、東アジアインドイスラームユダヤの神秘主義をもとに、 一つの東洋哲学として構造化することを試みた。哲学と宗教は共に神の存在に関連している分野である。そのため厳密な区分は難しい。宗教と神学と哲学の境界は必ずしもはっきりしない。ただ、合理的な追求を試みる態度によって異なっているとする人もいる。西洋哲学の方がとも言えるソクラテス以前の 哲学の中には、それまでの迷信を排したものがある。例えば、ホメロスの死は、それまでの民衆の共信的要素を、極力退りけているものになっていると言われる。この点古代ギリシア人及びその哲学には二つの傾向が見られた。一つは、合理的で冷静、もう一つは、迷信的で熱狂的であるというものであり、彼らはその合理性によって、 多くの迷信を克服したが、恐怖や苦難に見舞われた際に、以前の迷信が再び頭をもたげた。オルフェウスは、清めの儀式や天井、地獄の教義について述べていて、後のプラトンやキリスト教に影響を与えた。日本の仏教でも、例えば極楽浄土と地獄に関する教え等を説いている。プラトンは、永遠で高級なる存在について考えたが、 彼の場合は少なからず認識といった知的なアプローチを説いた。構成においてライプニッツは時間の絶対性の観点からして、時間の資源より以前に時間を遡ることが論理的に不可能であるとし、その資源に神の座を据えたと言われる。現代では宇宙のビッグバン説や時間の相対性といった発想が反論として挙げられるだろう。 宗教や神の存在に関する知的な理解を求めた人々はしばしば哲学的な追求をし逆に信仰生活に重点を置いた人々は哲学的に手の込んだ解釈やえりくつめいた議論を敬遠したと言えるだろう同じ宗教に携わりながら知的に優れ業績を残した人もいれば実践を重んじ困っている人を助けることを日々実行する人もいれば 迷信的なものにとらわれた人もいた。信仰心の厚い人は、しばしば、哲学をする人の中に、機弁で他人を議論の袋工事に追い込む告白な、人を見て取り、哲学者を、不信の目で眺めた。ただし、知的なだけでなく、人格的にも結出した哲学者に限れば、人々の尊敬を広く集めた。 また哲学と宗教との際として何がしか疑ってみる態度の有無が挙げられることがある。宗教ごとに性質は異なるので一括りに語ることは難しいが、例えばアブラハムの宗教などには信仰の遵守を求める、ドグマ性がある時として疑問抜きの盲信を要求しがちな面があるとして比較されることはある。18世紀から19世紀頃から、 自然科学が成功を収め心的なものに疑問符が突きつけられるようになったため、唯物論思考など神を介しない考え方の力を得てきている一方、古代から否定的確証にも肯定的確証にも欠けるとして、科学、宗教いずれの見解も留保する不可知論的立場もあり、これは現代でも支持者がいる。中世哲学研究者の八木裕二は、 神について学問的分析をすることを神学と呼び自然的な事柄全般についての学問的分析を哲学と呼ぶのが一般的風潮であると提言した上でそれを翻して哲学とは理性が吟味を全体的に行うことと理解すればキリスト教信仰を前提にしたあらゆる理性的吟味は キリスト教哲学ということもできるし、神学と呼ぶこともできると自説を主張している。つまり、哲学を理性的な吟味を行うことと定義し、その定義より、神学は哲学に含まれると述べているのである。フランシス・マクドナルド・コーン・フォードは、著書、宗教から哲学へ、ヨーロッパ的死の起源の研究で、哲学は、神話宗教を母体とし、 これを理性化することによって生まれてきたといった哲学主観を示している。これは今日一般的な哲学観であり、中世哲学者のエティエム・ヌ・ジルソン、科学哲学者のカール・ポパーもこれと同じ哲学観を持っている。哲学と思想、文学や宗教の関係について、総愛大学人文学部教授のシャク・トール州は、哲学や思想や文学と、 宗教や霊静論との線引きも不明瞭になってきています。と述べている。哲学者、倫理学者である内田樹は、本物の哲学者はみんな死者と幽霊と異界の話をしている。と述べている。哲学と思想を春別するという哲学上の立場がある。長井としは、哲学は学問として良い思考をもたらす方法を考えるのに対し、思想は、 様々な物事が各荒れかしとする主張であるとする。ソクラテス以来の西欧哲学の流れによれば、地を愛するという議論は、地を構築する方法を論じるという契機を含んでおり、思考をより望ましいものにするための方法の追求こそが哲学であるという主張である。ところが実際には、良い思考の方法を見出したとしても、現実に適応するにあたっては、 それを用いるべきと主張の形で表出することになる。ため、哲学は思想としてしか表現されないことになる。このために思想と哲学の根用は避けられない。哲学と思想を区分することのメリットは、具体的な使用事例で発見することができ、例えば思想史と哲学史は明らかに異なる。通常は思想家とされない人物でも、 その行動や事業を通して社会に影響を与えた場合には思想史の対象となる。これに対して哲学史の対象は哲学者の範囲にとどまり哲学を最大限に解釈したとしても政治家や経営者が哲学史で論じられることはない。しかし思想史においては実務を担当し世界の構造を変えようとした人々は 思想史の対象として、研究対象になるとする。一方で、小坂周平は別の立場を取り、哲学と思想の間に、明確な区別はない。思想は、一般にある程度まとまった世界なり、人間の生についての考え方を指すのに対し、哲学はその中でも、共通の伝統や術語を持ったより、厳密な思考といった程度の違いであるとする。小坂は、 この区別に基づき、19世紀後半から20世紀前半にかけて生まれてきた思想は、分析哲学や現象学を除けば、哲学の枠組みには収まらず、現代思想になるとする。人文科学との関係一部の哲学は、理知的な学問以外の領域とも深く関わっている、点に特徴がある。古代ギリシア哲学が死と分かちがたく結びついていたこと、 スコラ哲学や仏教哲学のように、信仰、世界観、生活の具体的な指針と結びついて離れない例があることなどが指摘できる。理性によって物事を問いながらも言葉を用いつつ、人々の心に響く考えやアイディアを探すという点では、文学などの言語芸術や一部の宗教と通じる部分が多い。哲学者の名言が多いのはそのためでもある。 例えば、日本では、大学の主に文学部の中の、哲学科で哲学を学ぶが欧米には、哲学部という学部が存在する。八木雄二は、前説で述べたように哲学を理性的な吟味を行う、ことと定義した上で、人文科学は、哲学によって、その事実内容が真であるかどうかの批判的吟味を、受けることによって、学問性を明らかにすると述べている。自然科学は、 数学的方法を適用することで、数学的方法を適用できない人文科学は哲学によって、それらが理性的であるかが確認でき、そういった数学的方法や哲学的吟味を受容してこそそれらは学問として認められるのだと彼は主張している。哲学を学ぶということについて、イマヌエル・カントは、人はあらゆる理性学のうちで、 ただ数学をのみ学ぶことができるが、しかし哲学をば、決して学ぶことはできない。理性に関しては、せいぜいただ哲学することを学ぶことができるだけであると、いう。その上でカントは、理性の学的な理論的仕様は哲学か、もしくは、数学のどちらかに属すると主張している。後世の著作物の中に、太古の思想との類似性が見つけられる場合、それが、 先哲の思索を継承したのか、独自の着想によるものかは即断できないが、明らかに以前にはない発想が述べられている場合、しばしばそれが重要な哲学的な独創性を意味していることがある。一方で、思索は極めて属人的な営みであり、思索家の死や沈黙、著作物の散逸などにより容易に否定され、失われてしまうが、弟子たちの著作によりその思想が、 後世にまで残り、多大な影響力を及ぼしているものがある。施策の継承と共闘法を打ち立てた先哲に、大使敬意を払い続ける態度も、また哲学の顕著な特徴である。一方で、異なる、学派間の対立は、民衆の会議と調笑的態度、独断の蔓延とそれによる思想の貧困化になり、戦乱が続いた時代は、思想が停滞、後退した。 ヨーロッパにおいて教会の権力が頂点に達した頃には哲学はしばしば進学的な問題に用いられ近代には先哲の批判的検証の上に独自の哲学を打ち立てた近代哲学者たちが現れた逆に哲学者自身が及ぼした影響の痕跡が後世に見られることもある哲学がもっぱら同時代の観察と分析に 徹しているという意見もある一方で旺盛な活動によって世に知られた哲学者もいる。他の学問と哲学を区別する特徴となるような独自の方法論が哲学にあるかどうかというのはなかなか難しい問題である。少なくとも近代哲学においてはデカルト以来疑い得るものを会議する態度、 できるだけ明晰に思考する態度、事物の本質に迫ろうとする態度が哲学を特徴づけてきたと言えるだろう。ただ、これだけであれば、学問の多くに共通する特徴でもあるし、逆に、理性や常識を信頼するタイプの哲学が哲学で、ないことになってしまう。分析哲学においては、概念分析という道具を手にすることで、 自然科学とは異なる独自の思考形態が成立したが、これも哲学すべてを特徴づける思考形態であるとは言い難い。三森忠志氏によれば、科学と哲学は区別されるべきであり、科学が外観学であるのに対して哲学は内観学であるとする。また三森は、大学で行われている、いわゆる哲学への批判を込めて、 大学での哲学研究は外観学に含まれるとしている。自然科学と哲学哲学はその黎明期において、科学において大切でかつ難しいと言われる仮説の発明を重要な形で成してきた。ソクラテス以前の哲学者と呼ばれるタレス、アナクシマンドロスといった自然学者はいずれも自然現象の説明を目論んだ。19世紀までは科学、 自然科学という言葉は、現代的な意味で用いられておらず、それらに相当する分野を指す言葉としては、自然哲学ないしは、自然学という言葉が使われており、今日的な意味での哲学的な自然の探求と、自然科学的な自然の探求とは、伝統的には、切れ目のないひとまとまりの領域として扱われてきたが、その中においても今から振り返って、自然科学的な部分と、 哲学的な部分を区別することができる。そうした自然科学的部分は伝統的に人間の作為を含まない対象を観察、分類することを主眼としてきた。また近代に至っては実験という形で積極的に自然に介入することを重視する。実験科学が登場しさらに19世紀以降には目に。 見えるものからその背後の秩序を推測して、モデル化するという営みが科学の中心となってきた。例えば、時間について考察する哲学者は、同じ問題を扱う物理学者とは違い観察や、実験の積み重ねによらず結論を導くことがある。また、哲学者は、物理学の成果を参照し、それを手がかりに、哲学的施策を行うことはあるが、現代において、 物理学者が哲学の成果を積極的に参照することは少ないようである。こうした分離や性格の差が生じた理由はいくつか考えられるが、知識の取得法が確立した分野が順次哲学から分離していった結果、哲学はデータの取れないことについて考える領域なのだという了解が後から成立してきたという事情はおそらくあるだろう。 そうしたものの見方から捉えると、先の時間の例について言うなら、我々の主観的経験や世界を捉えるための最も基本的な形上学としての時間は未だに、物理学はもちろん心理学でもうまく捉え切ることのできない対象でありそのために、哲学的な時間論の対象となるわけである。客観的データに馴染まないもう一つの領域が、規範の領域、つまり、 実際にどうであるかではなく、どうあるべきかを論じる文脈であるが、これは、自然科学というよりは、むしろ倫理学の領域であろう。哲学も決して自然科学的知見を無視するわけでは、ないので自然科学によってもたらされる。新たな発見はしばしば旧来の哲学に、重大な脅威を与えてきた。またそもそも古代の哲学者がなした科学的発見が、 自身の手による実験によって証明されていることがある。自然科学が自然哲学から分化して以降、特に近代の哲学者は自然科学者の成果を重視し両者の親和性を失わないよう普段の努力を行ってきたし、また近代においては観察や経験を重要視する哲学者たちが生まれた。また一方で科学者たち自身が扱わないような非常に 基礎的な問題についてはむしろ哲学者が率先して考察を行ってきた。あるいは科学が他の姿を取り得る論理的、現実的可能性を論じることで一度は忘れられた仮説を再発掘する原動力となったり新しい科学理論の形を提示したりする場合もある。歴史的に有名な事例としてはすべての力が引力と積力の二つに 集約されるというドイツ関連論のテーゼが電力と磁力の統合というエルステッドの発見に結びついたといった例がある。なお、近年の英米哲学では認識論の自然化を提唱したクワインのように自然主義という名のもとに哲学を自然科学の一部とする動きがある。論理学と哲学伝統的に論理学は哲学の一分野として研究されてきた。 論理学は伝統的に我々の推論のパターンを抽出することを目的としてきた。特に伝統的な論理学においては前提が正しければ確実に正しい結論を導くことができる手法としての三段論法が主な研究の対象であった。推論の厳密さを重視する哲学においては論理学は主要な研究の対象であり政治や 弁論術、宗教、数学や科学の処分野において、論理学は重要な研究の対象であり続けた。古代の哲学者たちはしばしば現代でいう論理学者や数学者を兼ねていた。論理学の直接の関心は推論の妥当性や無矛盾性にあり、必ずしも人間や社会や自然の諸事象が考察の焦点にならない。 もし疑いようのない前提から三段論法を用いて人間や社会や自然の諸事象についての結論を導き出すことができるならそれは非常に強力な結論となり得る。哲学者たちが論理学を重視してきたことは当然と言えるだろう。しかし逆に言えば三段論法の結論の厳密さはあくまで前提の正しさに依拠するものであり、 前提がとんでもないものであれば結論もとんでもないものが出てしまう。例えば、すべてのカラスは黒い。この鳥は黒くない。従ってこの鳥はカラスではないといった推論では、最初の前提が間違いで、本当は白いカラスもいるような場合、結局誤った結論にたどり着いてしまう。この問題は重要で、例えば、ジョン・スチュアート・ミルは三段論法が内包する。 この危うさについて、結論を知っていないならば、大前提の前哨判断は得られないのだから、三段、論法は一種の循環論賞であると批判した。一方彼は、機能法の四大規則をこしらえたが、それらは因果率が仮定される限り有効に用いられる、ものであり、全く単純埋挙による機能に基づいてのみ、容認し得るものであることを白状せねばならなかった。 哲学的論理学においてはしばしば推論規則そのものの哲学的な正当性が問題となってきた。古典論理については排中率の是非が問題となってきたし、機能論理についてはそもそも機能論理なるものが成立するのかどうか自体が問題となった。こうした検討は認識論や科学哲学といった他の分野にも大きな影響を与えてきた。 20世紀の初頭までには古典論理による推論の限界が明らかにされる一方でその小理系そのものを会議する視点から様相論理学直感論理や矛盾許容論理などの展開も提示されている女性と哲学欧米に比べ日本では女性の哲学者はまだ圧倒的に少ない著名な女性の哲学者としてはヒルデガルト・フォンビンゲン ローザルクセンブルク、ハンナ・アーレント、シモーヌ・ベイユ、シモーヌ・ド、ボーボ・ワール、エリザベス・アンスコム、ジュリア・クリステバ、ジュディス・バトラー、カトリーヌ・マラブーなどが挙げられる。講義の哲学は試作を経て、何かの意見や理解にたどり着く営みであり、そのような営みの結果形成されたり選ばれたりした、思想、立場、心情を指すこともある。例えば、子育ての哲学、 会社経営の哲学などという場合、このような意味での哲学を指していることが多い。また、哲学は、個々人が、意識的な施策の果てに形成、獲得するものに限定されず、生活習慣、伝統、信仰、神話、伝統芸能や、寛用表現、その他の文化的諸要素などと結びついて存在している、感受性、価値観、世界観などを指す場合もある。 つまり、物事の認識、把握の仕方、概念、あるいは発想の仕方のことである。このような感受性や、世界観は、必ずしも理論体系として言語によって表現、されているわけではないが、体系性を備え、一つの立場になっていると考えられることがしばしばある。感性人は、ものづくりの哲学や、料理の哲学などといった、俗な要礼に着目し、哲学とは、 すべての物事を説明する、普遍的原理を追求するものであるが、それにもかかわらずそういった哲学に違いが生まれるのは、時代、場所が異なり、哲学する人が、どこまでを、すべてに含めるかが異なることによるためだとする。脳神経科学、コンピュータ科学、AI 研究からの批判、心や意識という問題を解明してきた、脳科学、計算機科学、 人工知能研究開発等に関連して、神経科学者、分子生物学者のフランシス・クリックは、哲学者たちは2000年という長い間、ほとんど何も成果を残してこなかった、と批判している。こうした観点において、哲学は二流どころか三流の学問、科学に過ぎない、と評価されている。脳科学者の沢口俊之は、クリックに賛同し、 次のように述べている。これは、私のため息混じりの愚痴になるが、哲学者や思想家というのはつくづく、暇だと思う。実際、哲学は、暇から始まったとアリストテレスが伝えており、蒸気のような否定的発言も的外れではないと、科学哲学者の野江圭一は言う。また、うつ病の有無を血液で計測する検査法を開発し、臨床現場でも用いている。 診療内科医の河村則之は、心という目に見えないもので語るより、体の病気と同じように物質で解き明かした方が理解しやすい。精神疾患は物質の病気であり、体の病気である。等と,と述べている。数学、論理学、通理論理学からの批判数学者、論理学者である田中和之は、一般の哲学者は論理の専門家ではない。 と述べている。計算機科学者、論理学者、電子工学者、哲学博士であるトルケル・フランセーヌは、哲学者たちによる数学的な言及の多くがひどい誤解や自由連想に基づいていると批判している。田中によると、ゲーデルの不完全性定理について、哲学者が書いた本が、フランセーヌの本と同じ頃に書店販売されていたが、哲学者の本は、 専門誌によって酷評された。その本は全体として読みやすく、一般読者からの評判は高かったが、ゲーデルの証明の核について根本的な勘違いをしたまま説明していた。同様の間違いは他の入門書などにも見られる。フランセンによれば、不完全性定理のインパクトと重要性についてしばしば大げさな主張が繰り返されてきた。例えば、 数学の思考に変革をもたらした、数学ばかりでなく、科学全体も一新した、数学だけではなく、哲学、言語学、計算機科学と宇宙論にまで革命を起こしたということがあるが、これらは乱暴な誇張とされる。不完全性定理が一番大きな衝撃を与えたと思われる数学においてさえ、革命らしきものは何も起きていない。1931年に、 ゲーデルが示した不完全性定理とは特定の形式体系 P において決定不能な命題の存在であり一般的な意味での不完全性についての定理ではない不完全性定理以降の時代にも数学上の意味で完全な理論は存在し続けているが不完全性定理は数学や理論の不完全性を証明したというような誤解が一般社会 哲学、宗教、進学等によって広まり、ご用されている。数学者、ダビッド・ヒルベルトは、数学に、イグノラビムスはないと述べた。数学上に、不価値はなく、すべての問題は、最終的に解決されるというヒルベルトの、この見方は、ノン・イグノラビムスとして知られている。ゲーデル自身も、以下の、ノン・イグノラビムス的なヒルベルト流の見解を持っていた。 あらゆる算術の問題をその中で解決する単一の形式体系を定めることは不可能であっても新しい行理や推論規則による数学の拡張が限りなく続いていく中でどんな算術の問題もいずれどこかで決定されるという可能性は排除されていない。哲学等において不完全性定理がヒルベルトのプログラムを破壊したという類の発言がよくあるが これは実際の不完全性定理やゲーデルの見解とは異なる。正確に言えばヒルベルトの目的を実現するには手段を拡張する必要があるということをゲーデルが不完全性定理を通して示したのだった。日本数学会が編集した岩波数学辞典第4版では不完全性定理について次の通り記述されている。ゲーデルも書いているように 有限の立場は特定の演疫体系として規定されるものではないから、彼の結果はヒルベルトの基礎を直接否定するものではなく、実際この定理の発見後に無矛盾性証明のための様々な方法論が開発されている。量子論、量子力学、理論物理学からの批判哲学者は、科学とは違う日常的言語で、宇宙や存在を語ろうとしてきた。 しかし、量子論を創設した一員である理論物理学者、ディラックは哲学者をことさら信用していなかった。ディラックがいた頃のケンブリッジ大学で一番の論客として鳴らしていたのは哲学者、ルートビヒオイトゲンシュタインだったが、彼を含め哲学者たちは、量子波動関数や不確定性原理について的外れなことばかりを発言し記述しており、ディラックの不信は、 嫌悪に変わった。ディラックが見たところ、哲学者たちは、量子力学どころか、パスカル以降の確率の概念さえ理解していない。ディラックの考えでは、非科学的な日常的言語をいくら使っても、正確な意思疎通を行うことはできない。量子力学を説明してくれという家族や友人に、対してディラックは、無理ですと言って黙り込むのが常だった。 どうしても説明してほしいと迫る友人に、ディラックは、それは、目隠しした人に、触覚だけで、雪の結晶が何かを教えるようなもので、触った途端溶けてしまうのだと返した。宇宙の背後にある、語り得ぬもの、または、無について、ウィトゲンシュタインは、もちろん言い表せないものが存在する。それは自らを示す。それは神秘であると述べたが、こういった哲学的考えは、 理論物理学者から疑問視されている。なぜなら、語り得ぬはずの、無について、科学的に言語化する手がかりがすでに見つかっているからで、ある。例えば、ペンローズのツイスター理論、アシュテカーのループ重力理論、ロールト・アンビオルンの因果的動的三角分割理論等の研究が進められている。生物学、進化生物学、 進化生態学からの批判、利己的な遺伝子の序文で、進化生物学者、リチャード・ドーキンスは、多くの批判者、とりわけ哲学を専門とする、小高な批判者たちは、タイトルだけで本を読みたがると述べている。前景書の第一章ではこう述べる。生命には意味があるのか私たちは何のためにいるのか人間とは何かといった、 深淵な問題に出くわしても、もう迷信に頼る必要はない。著名な動物学者、ジージー・シンプソンはこの最後の疑問を提起した後で、こう述べている。私が強調したいのは、1859年、種の起源以前には、この疑問に答えようとする試みは、すべて、無価値だったことと、回答せずに黙っている方がマしだったということである。哲学と、 人文学と称する分野では、今なお、ダーウィンなど存在したことがないかのような教育が、なされている。こうしたことがいずれ変わるであろうことは、疑いない。この本の主張するところは、私たち、およびその他の、あらゆる動物は、遺伝子によって作り出された機械に他ならないという、ものだ。私がこれから述べるのは、成功した、遺伝子に期待される特質のうちで最も重要なのは、 非常な利己主義であるということだ。遺伝子が個体レベルにおけるある限られた形の利他主義を助長することによって自分自身の利己的な目標を最も達成できるような特別な状況も存在する。この文の限られたと特別なという語は重要な言葉だ。そうでないと信じたいのは山々だが普遍的な愛とか種全体の繁栄などというものは進化的には 意味をなさない概念に過ぎない。また、進化生物学者、社会生物学者のロバート・エルトリバースは、前研書へ以下の序文を寄稿した。チンパンジーと人間とは、その進化の歴史のほぼ99.5%を共有している。にもかかわらず、大多数の人間の思想家たちは、 チンパンジーを出来損ないで見当違いの化け物とみなし、一方自分たち人間は全能への踏み台だと思っている。進化論者から見れば、そのようなことはありえない。一つの種を他の種より上に見る客観的根拠などは存在しないのだ。同時にトリーバースは定量的データによる実証を強調しており、利己的な遺伝子を翻訳した一因。 動物行動学者の日高としたかは、この本に書かれた内容を完全に理解するためには、数学の言葉が必要であるとしている。哲学や人文学からの批判は、生物学へ、そして生物学について解説したドーキンスへ向かった。その批判は例えば、遺伝子の理論を極端に単純化して捉えつつ、遺伝子との関連が薄い事物を同列に置いていた。 批判に対しドーキンスは、前傾書の中で、利己的等の生物学用語を挙げつつ、このような言い回しは、それを理解する十分な資格を備えていない人間の手にたまたま落ちるということさえなければ、無害な勘弁語法であると反論した。彼は次のようにも記している。哲学という道具を教育によって過剰に付与された一部の人々は、それが役に立たない場合にも、 その学問的装置でつつき回す誘惑に抵抗できないように思われる。私は、しばしば高度な文学的、学問的趣味を持ち、しかし分析的思考を実行する能力をはるかに、超えた教育を受けてきた、膨大な数の人々に対する、哲学的エソラごとの魅力についての PB メダワーの意見を思い起こす。また、前景初中でドーキンスは、 文化的自己複製しミームの理論に関して、哲学的だろうが、そうでなかろうが、私の主張に欠陥があるとは誰も指摘できていないのが事実である。と述べている。彼によると、破壊的で危険なミームの典型例は宗教であり、信仰は、精神疾患の一つとしての基準を満たしているように、見える。なお、利己的な遺伝子の翻訳者の一員である。 進化生態学者、キシーには、40周年記念版の後書きでこの本を、名著と呼び、次のように評価している。40年を生き抜いた本書は、現代の進化論的生態学の視野を見事に、紹介する、学術書、当該分野の研究、批評を志す者の必読の入門書として、評価も確定したと言って良いだろう。物理学、宇宙物理学からの批判。 科学を語るとはどういうことかの中で、宇宙物理学者の須藤康氏は、科学についての哲学的考察が、実際には科学と関係がないことを指摘している。科学哲学と科学の断絶私は、科学哲学が物理学者に対して何らかの助言を、したなどということは聞いたことがないし、おそらく科学哲学と一般の科学者は、ほとんど没交渉であると言って差し支えない。 状況なのであろう。科学哲学者と科学者の価値観の溝が深いことは確実だ。20世紀が生んだ最も偉大な物理学者の一人で、あるリチャード・ファインマンが述べたとされる有名な言葉に、科学哲学は、鳥類学者が鳥の役に立つ程度にしか科学者の役に立たないがある。かつて私がこの言葉を引用した講演をした際に、鳥類学は、 鳥のためにやっているわけでないし、科学哲学もまた科学のために存在するのではない、という反論をもらったことがある。確かに、科学哲学が科学のためのものである必要はない。科学哲学が、この方法論が、果たして正しいのであろうかと立ち止まって悩んでいる間に、科学は常に前に踏み出しています。それでいいではないですか。 科学哲学者が横からいろいろ言うけれども科学者からは耳を傾けるべき重要な指摘だろうかと首をかしげることばかりというのが正直な印象です。須藤は哲学的に論じられている原因という言葉を取り上げて原因という言葉を具体的に定義しない限りそれ以上の議論は不可能ですと述べており哲学者が興味を持っている因果の定義が物理学者とは 違うことは確かでしょうとしている。科学哲学者、倫理学者の伊勢田哲次は、思った以上に、物理学者と哲学者のものの見え方の違いというのは、大きいのかもしれませんと述べている。須藤によると、学問の扱う問題が整理され文化したことで、科学と哲学も、それぞれ異なる問題を研究するようになった。これは、研究分野の細分化そのものであり、 立派な進歩だと、須藤は言う。一方で、伊勢田は、様々な要素を含んだ、大きな問題を哲学的、統一的に扱う、かつての天文学について言及した。その後の天文学ではその、哲学的、問題を扱わなくなりましたし、今の物理学でもそういう問題を扱わないと述べた、伊勢田に対し、須藤は、その通りですが、それ、 事態に何か問題があるのでしょうかと返した。対談で、須藤は、これまで結構長時間議論を行ってきました。おかげで、意見の違いは明らかになったとは思いますが、果たして何か決着がつくのでしょうか。と発言し、伊勢田は、決着はつかないでしょうねと答えている。大学などからの研究費という、限られたパイを学者たちが奪い合うという状況もあってか、 役に立つ実学、学問の金儲けへの転用を重んじる現代では、哲学はむしろ根本的な欠陥を抱えている、非生産的で、無価値な学問分野である、などとしてしばしば厳しい批判にもさらされている。学問分野として、全面的な否定や、やゆの対象にされることが多い点も哲学ならではの特徴と言える。ちなみに、この批判の中には、 哲学者とされるものによって展開されるものも含まれ、そのような批判が一つの哲学的立場になっている場合もある。抽象的な概念をめぐる定義や論争などは、証拠によって決着をつけたり、万人が合意するような立場にたどり着けたりする、可能性が低く、結論が出ないままに延々と、議論だけが続く、非生産的な学問であるとの見方もある。 現に論理実証主義は、そのような真偽の検証ができない命題や議論を、ナンセンスとして退りけ、従来の哲学に対して否定的な立場を取った。神の存在証明をめぐる、中世のスコラ哲学、実存哲学などは、その典型であったと言えよう。また、大学の哲学教員など、現代の職業哲学者の従事する学問としての、哲学は、 理性と言語による思考に特化しており必ずしも、死や宗教などと密接に結びついているわけではない。これに関して、理性や言語による思考には、限界や欠陥があり、人間の豊かな感性、感情を見落としがちであり哲学は、学問分野として、そのような本質的限界、欠陥を抱え込んだ分野であると批判されることもある。また、理性や言語を重んじる。 価値観は、近代以降の西洋の諸文化に、特徴的なものであるとみなして攻撃する立場もある。既存の哲学が、西洋哲学中心であることや、習慣などに埋め込まれて存在していて言語化されたり、理性的な吟味の対象にならない思想を、哲学の一種として扱わない傾向にあったりする、ことなどを、そのような価値観の現れと考え、問題視する立場もある。 1990年代半ばより、ポストモダンやフランス現代思想に分類される一部の哲学者並びに思想家が数学や物理学などの自然科学の理論や用語を、その意味を理解しないままに模倣したり、読者を煙に巻いたりしていることへの批判が起こった。哲学者のこうした疑瞞を批判した最も著名な例として、そうかる事件がある。 彼らの論文に用いた数学らしき記号の羅列は、数学者でなくとも自然科学の高等教育を受けたものならそれが、でたらめであることはすぐに見抜ける、お粗末なものだったのである。森岡正宏は、日本の大学や哲学教室、倫理学教室、学会や検証論文は制度化されており、本来答えるべき哲学的課題に向き合えていないと批判している。学会は、 文献学、特定個人の思想、著名哲学者の思想に変調しており、直面した根元問題を検討することを、次の機会に先延ばしすることに特徴があるとしている。哲学の純粋探求の凄みと快楽は理解するものの、それは本当に向かい合うべき問いから巧妙に逃げているのではないか、と問題提起する。古代ギリシア古代ギリシャの時代の時代から、 フィロソフィアが役に立たないと思う人がいた。アリストテレスはその著、政治学において次のような逸話を提示することでそうではないと示した。彼は貧乏であった。貧乏であることは哲学が役に立たないことを示すと考えられたので彼はそのことで非難を受けた。話によれば彼は星に関する自分の巧妙な知識によって次に来ると死に オリーブの豊作があるということを冬の間に知ることができた。そこで彼は少しは金を持っていたので、キオスとミレトスにあるすべてのオリーブ圧作機を使用するための保証金を支払っておいた。競り合う人が全然いなかったために彼はわずかの金でそれらの機械を借りたわけだ。収穫時が来て急に多くの圧作機が揃って必要となると彼は 思いのままの高値でそれを貸し出し、多額の金を作った。このようにして彼は、哲学者は、望みとあらば容易に金持ちとなることができるが、哲学者の野心はそれ以外にある、ということを世間に示した聖書中殺祭の神信徒への手紙の中でパウロは、以下のように哲学を、虚しい騙し事と称している箇所がある。あなた方は、虚しい騙し事の哲学で、 人の虜にされないように気をつけなさい。それはキリストに従わず、世の諸々の霊力に従う人間の言い伝えに基づくものに過ぎない。殺災人への手紙に照8説。ありがとうございます。